2021年日本の宅配ピザチェーンナンバーワンドミノピザはライスボール界に一つの革命を起こしていた。一方時を同じくして日本アメリカンフットボール協会は74年の伝統あるゲームの内容を一新。ピザ対アメフト、今まで見たことがない超異業種バトル。勝敗を決めるのはあなただ。アメフトもドミノピザも生まれはアメリカ。しかし日本人のハートをゲットすることにかけてきた。より日本人のハートをゲットすることにかけているのはどちらだ。レディーセットハッハッハッ。日本アメフト協会は日本人のハートをつかむことに長年チャレンジしてきた。そして今回ライスボールを社会人チームの対決に変え、よりハイレベルな試合とすることで日本での飛躍を狙っている。どうだ、これがアメフトの日本だ。日本人にアピールすることなら我らに勝るものはない。ピザとライスボールを合体させたピザライスボールは日本人の好みの味を取り揃え、国産米だけを使用し、バターライスでさらに相性の工夫を実現した。どうだ、これがドミノの日本だ。日本人にアピールすることなら我らに勝るものはない。一体どちらが日本人のハートをゲットすることにかけているのか。さらに日本人のハートをゲットするチャレンジは表舞台を支えるもう一つの舞台でもひたすら追求されている。私たちがいかに日本人のハートをゲットするかにかけているかって、もちろん見て、この和の思考あふれるチアダンスを、日本人観客のハートをわしづかみよ。俺たちがいかに日本人のハートをゲットするかにかけているかって、もちろん見よ、この和の味を追求したチャレンジの数々、これだけやれば日本人のハートをわしづかみだぜ。さあどちらが日本人のハートゲットにかけている、決めるのはあなただ。